チャンネルウンクラジョンの時間です。皆さんいかがお過ごしですか。私は今仙台市役所一番町にあるアートインクルージョンファクトリーに来ています。そして今日はレコーディングの日でした。はい。何のレコーディングしたんですか。ありがとうサッハバ。これはインドネシアのインドネシアの方に送る歌を今作っております。2016年私は初めてインドネシアアチェに行きました。そこで、州都バンダーチェから車で40分ほど離れた、郊外ですね、ランビラ村というところがあります。そこのね、子供たちとちょっとワークショップをやったんですが、その時にね、何かやりたい人って言ったらね、門脇さんとラップがやりたいですっていう子がいてね、いやまあその前にあのほら88歳のラップとかちょっと見せたんだけど、ね、でその結果ね、そのランビラ村の女の子でね、ラウダさんって、その子はね一回来たよ、はい、本庁とかね中央にいた時に来たこの一人だね、うん、浴衣着せてあげたりねした。ああ浴衣着ましたね、うん、女の子は浴衣着てたかな、ね、まあ、そのラウダさんがね、ちょっと歌詞を送ってきたんですね、うん、でそれをね、アチェ語と日本語の曲にしようということでね作って、でその年にね、アチェのみんなと作って歌ったんですが、その後ねそのままになってた。いやその後ね日本のみんなで歌いたいなと思ってたんですけど、2018年ですかね、それから2年後、うん、アートインクルージョン2018というねアートプロジェクトでみんなで歌う予定だったんですが、まあ雨天で中止になっちゃったんですよね、残念ながら、うん、その時はねティティさんとかねまたいろいろ来て、やってたんですが、まあふっとねそのことを思い出して、じゃあこうアチェでできた曲を日本の我々も歌って、そして、まあ、一つにしてい、こうかということで、今アイドルインクルージョンのメンバーとレコーディングをしていると。そうです。今日は、ね、男性パートをねレコーディングしました。ないんですけど、女性陣がまた別の日に録音します。どうですか高木さん、アチェ語歌ってみて。アチェ語、ワテポンですよ。ワテポン、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 面白いですね。なかなか。ゴーンとかね。ゴーンと。ゴーンはね友達つい味みたい。へー。ゴーン。あとサバ。サバ。ねこれがねありがとうみたいですね。サバはありがとう。サバ。サバ。ただねアチェ語つってもね、あそもそもねインドネシアはねインドネシア語っていう共通語があるんですけど、それはね作った言葉なんだって。もともとはねそのもう何百というね民族が住んでるんで言葉もね何百個もあるんだって。でみんな違う言葉しゃべってるんで、こうインドネシアっていう一つの国にしようっていうことでね、インドネシア語っていうのね、隣のマレーシアのねマレー語とかあとアラビア語とかそういう言語をねこうミックスしてね作ったんだって。でそのアチェ語についてもねアチェの中にね十数カ国というかね、いやうちのアチェ語が正しいとかね、いや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 うちがみたいなそんな感じなんだって。いろいろあるんですよ、まあ、日本語もそうですよね。日本語も方言、方言とか、うん、関西弁とかね、関西弁もあ気仙沼の方には気仙語っていうね、のもあって辞書もあるんだよ。辞書もあるんですか。仙台弁とかもありますよね。ありますね。そういえば ね、 もうね、ただね今仙台弁を正しく喋れる人って、まあ、ちょっといい、なかなかいないじゃないですか。ですかね、もっと奥の方に行かないのも奥の方って松井さん仙台弁喋れます。仙台弁、うん、ダメだ、ダメだ、なっちゃったの、いろいろある。結構ね、この88歳ラッパー、タツコ、タツコ88とかね、流暢な仙台弁を喋るんですけど、まあ、なかなかね、
しかもさ、ちょっと仙台弁で歌詞書いてって言われてもさ、ねえ、ですね。で、アチェ語でね、その、あの、あっちのランビラブラの女の子、ラウダーに書いてもらったら、ね、それを見たね、別の人はね、なんじゃこりゃ、アチェ語じゃないって言ったみたいな。いろいろ若者はさ、若者に仙台弁書かせてるみたいなもんでさ、あのおじいさんおばあさんからするとさ、こんなの仙台弁じゃないみたいな話なんじゃない、そういうことですかね、やっぱり、うん、ただね、言葉ってやっぱりどんどん変わっていくものじゃないですか、時代によっていろいろ変わってきますね、うん、だから今現在の若者がアチェ語だと思っているアチェ語っていうことでね、作ったんですよ、うん、現代人のアチェ語、うん、まあ、日本語の方もじゃあ仙台弁にすればよかったですかねあれを仙台弁、まあ、そんな感じで、あ、でもね、さっき出てきたあの気仙語ね、はい、気仙語ってあの気仙沼とか大船渡のあの辺で話してる言葉なんですけど、お医者さんでね、気仙語の辞書書いた人がいるんですけど、とね、あのキリスト教の方でね、お医者さん、気仙語の聖書っていうのをね、翻訳してね、うん、あので、そのイエスとかね、この13の使徒のね、出身地をね、仙台とかね、こう東北の各地の出身でね、いろいろ仙台弁喋ったりね、いろいろするみたいです、うん、まあ言語ってね、やっぱ文化の最たるものですが、まあ、それをこうやって交換していくと、歌によってということでね、じゃああちらの皆さんにちょっとメッセージあります？あちらの皆さんにメッセージ、うん、この2016年当時ね、作った当時大学生だったね、若者たちもね、みんなもう卒業して今はね、仕事してますよ、いろんなね、仕事に就いたりね、みんな頑張ってますね、まあ、このね、ありがとうサーバーには参加してないですけど、ティティさんってね、はい、ここにも来た、はい、歌のうまい彼女ね、今アマゾンに勤めてるんだって。アマゾン、アマゾンインドネシアでなんか仕事してるって。アマゾンか、あんな歌がうまいから歌の仕事につけるのかなと思ったらね、やっぱりなかなか難しいみたいですね。じゃあ、アチネさんからアチネの皆さんにメッセージどうぞ。コロナの中で大変だと思いますけど、これからも頑張りましょう。なんか言わされてるみたいなメッセージですけど大丈夫ですか？はい、以上。以上。あ、そこが言いたかったのね。はい。高見さんは？私はまあ、これまあもうなくね、16年目ですけどね。ああ、スマトラ沖地震からね。17年じゃない？17年目ですかね。あれ2004年だから、あ、16年。16かな？16年目ですけど、いろいろありましたね。うん。これでね、だからこの曲一緒に作ったね、その当時大学生とか中心だったんですけど、その子たちがね、小学校の頃にね、被災して、で、この体験もね、聞いてね、ラップにしたりしましたよ。うということでね、何かを伝えていく、その表現でね、まあ、何かを伝えるということですけど、その表現っていうのは、まあ、いわば芸術でもあったり、まあ、芸術じゃなかったり、ね、いろいろありますけど、その根幹にあるのはね、やっぱこうあの人に伝えるっていう、この気持ちじゃないですかね。気持ちです。ね、我々もね、これからも伝えていきましょう、あの人へ。あの人へ。あちゃんと話したい。うん。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。